はいどうも皆さんね、おはようございます、こんにちは、こんばんは、今回は、10人ストーカー企画最後といいまして、このねクールな女か、クールな女をねストーキングしていきたいと思います。よろしくお願いします。と言ってもですね、この女も実はねワンパターンなんですよ。まあ言ってしまえばね、マシン工房でひたすらといったパターンなんですが、さあ一体どんなアクションを起こしてくれるのかというよりもね、まあ久々というか2日じゃねえや、2本ぶりの、女性 NPC ということですね。ちょっとまあ楽しみというかテンションがね上がっております。よし、もうね見る気満々ですから、さあやってますよ。素晴らしい、素晴らしいね、汗をねかいてね、さあ来ました来ました来ましたよ。はい来ました、 OK、 では見させていただきましょう。いいね、大丈夫か、その溶接のやつ体に反射しないか。さあエロ本を読んでいる、まあエロ本かは分からんが、俺の中ではもうこの赤い本はねエロ本ですからね。さあそしてまた、なるほど、疲るか疲るか、バスタブ疲れ、一応ね1回は使ってる姿を見てるんで疲らないはずはないんですが、やはり位置が悪いのかな、もう一個ずらした方がいいかもしれない。まあこれ服着てしまったんでね、別の場所に移動するということですが、おそらく自室に行くんでしょうね。ん？自室に行かない？何事だ？どこに行くんだ？謎だね。これさ、ちょっとこう主人公の方に顔を向けたりとかしてるよね。なんか近づくとほらなんか、てかここでも作業するんだこいつ、知らなかった。ちょいと触れる程度なのね。それ何それそれ何、そのなんか多分何かコップを持ってるイメージなんだろうけど、この部屋ねちょっと広いもんでね、エッチなライトなかなか触れてくれないかも。行くか、あ行かないね。挙動不審だな。ライト行くか、ライト行け、あー行かない、なかなか行かないね。お来た来た、次の女の子、まあいいや。でやばい、他の女の子に見とれてたから、あいた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 。これ多分次はどこ行くんだろう、自室かな、今度こそ自室か。確かクールな女は夕方風呂に入るので風呂に向かってる可能性もありますが、どうでしょう。どっち行くの、どこ行くの。
自室っぽいな。やっぱり。今誰もいないのに扉が反応した。きたー、俺の好きなドレッサーボクシング、シャドーボクシング。女神像に話しかけたりするかな。たまにやるんだよな。来た。あのね、私ね、実はね、まだね、男性経験が一回もないのとかって言ってんでしょうかね。そして看板にこのオス、これ謎ですよね。看板になんでオスってやるのかな。私ね、実はね、めっちゃなんか話しかけてる。怖いわ。出てった。多分ね、これも確実に風呂に向かってるよ。風呂が近くなるようにね、わざわざ階段をあっち側にしてね、あの出口もこの東側に向けたんでね、必ず入ってくれると僕は信じている。おい待て、どっち行くんだよ、どっち行くんだ。まさか向こうの風呂行くのか。絶対間に合わないぞ。この AI アホだ。これ風呂入れないよ。これこの風呂を目指してんのかな。はい、そして諦めて帰っていくっていうね、アホすぎる。でちょっとね、もう自室戻るんで、ちょっとショートカットでこいつ連れてっちゃいますね。ちなみにここにも置いてったら風呂入んのかな。さすがに入らないか。入らない。よし、じゃあ部屋に連れてこう。よし。で、寝たらですね、いつものように僕も寝ます。まあ、同じことの繰り返しだと思うんですけどね。日中はあのマシン工房に行くと思うんで。狭い隙間通ってくんだね、これね。これなんかあれだな、邪魔したいな。今後ちょっとここ通れないようにしとこう。時計どんだけあんだこれ。お、着替えた着替えた。窓からね、この水着姿を見るのが好きなんですよね。何読んでんのそれ。本好きなの。ちょっとこれね、どうしよう、バスタブね。バスタブこんぐらいの位置の方がいいのかな。お、入った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 。
やばい、間に合うか。あー出ちゃった。こっからね、入ってる姿見たりとかねするのもいいかなと思ったんですが、もうワンクールあるかな。見てるもんこっち、ほら見てたよこっちあ、服着ちゃったね。この中でしょ。ういー、いるいる。またあれかな、レンガかな、レンガハウス的な、レンガキッチンか。これで作業って感じかな。お、違う、どこ行くつもりだろう。どこ行くんだ。図書ルーム行くのかと一瞬思ったけど、違うんだね。バー2号店か。こんなとこまで遠路はるばる来たのか。え？フェイントか？戻ってった。どういうこと？よいしょ。どういうことだこれは。図書ルームかな。ちょっと高いとこから見てみようかな。お、ブリザード。図書ルーム入らない。なるほど。あの女飛び降りたか。やるな。お、入ってった。ん？あれ？どこ行った？え、いや、開いてる開いてる。これ実質戻ってるパターンだけど、多分時間が夕方になっちゃうからな。あ、いい、ほら間に合わなくて夕方になったんで、温泉に向かったから今度こそ間に合う温泉に向かってくれよ。こっち行け、こっち。ちょっと待ってこっちに誘導してやる。これでいけるでしょ。
やはり扉の位置が悪かったのかな、これ。さあ、お望みの風呂。え、なにこれ。え、その、ああ、飲んでる感じか。初めて見た。おーい、いいじゃない。ああ、いいぞ、最後の動画にしてこれも 見せることができてよかった。これ置いとくとなぜかこの木槌で大暴れになっちゃうんだよね、この子ね。さあ、あとはもうこの子部屋に戻るだけなんでね。今回はここでお開きにしたいと思うんですけど、まあね、めっちゃ時間かかってね、節電また範囲広げておきましたんでね、そちらの方を見せて終わろうかなというふうにね、思います。ここら辺、実は、最近、てか、まあ、さっきね、広げておきました。ついにね、二つ目の旅の扉も、雪でね、浸食することができてきました。一応ここにね、メルキドガーデンも新しく作ってあります。これ、ちょっと気味の悪いメルキドガーデンなんですが、実はね、一個作ったんですけど、それがね、壊れて、なぜか直しても、花の咲いてる庭園にしかならなくてね。そう、なんで急遽適当に作っとこうと思って、あんな感じで作っておきました。まあ、こんなとこですかね。はい、ということで、終わりたいと思います。こいつはもうここで放置ですよ。はい、ということでね、また、次はもう何するか分かんないけど、ドラゴンクエストビルダーズね、またちょくちょくやっていきたいと思うんで、よろしくお願いします。ということで、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それでは、バイ。